품바퀴 가족 미나 사마 곤니치와 품바퀴 데스. 품바퀴 채널와 한국인 저는 한국인입니다. 한국인과 한국 코스메오 세분 분석시 세분 요크 효과는 아루 한국 코스메오 주다에루 채널 데스. 마다 치사이 효과를 간지れる 스킨케어 라인도 한국 칼라 코스메모 주다에테 이마스. 스킨케어와 구찌코미데와 아리마센. 코스메와 세분 데스. 모 구찌코미데 실패する 스킨케어와 야메테 세분을 믿테 에라비마쇼. 품바퀴 가족 미나사마 곤방와 품바퀴 데스. 교와 세리마크스 독슈 데스. 세리마크스와 품바퀴 아이오힌데아루 노니앙푸르오 난도모 쇼카이시타코토가아리 품바퀴 가족님모 나지미노아루 가이샤다토오모이마스. 세리마크스모 세분 출신니 하다니 요이 캐쇼잉오 주쿠루 가이샤나노데 세리마크스 독슈오 게테시마시다. 미에마스 요니 세리마크스 신쇼잉카라 닌키 쇼잉마데 쇼잉오 타쿠산 이타다이테오리마스. この中からでももっとおすすめする商品を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。一番最初に紹介する商品はやっぱりノニアンプルです。商品名はセリマックスジャーリアルノニエナジーアンプルです。 このノニアンプルはノニが71.77% 配合されて、ノニ種子油も配合されてます。ノニは人生にも良いですが、シワ改善にも良いです。そう言える理由は、ノニエキスの中に含まれてるスコプポルレチン成分がシワ改善に優れた成分で、たくさんの研究結果も出てます。 そのノニエキスに角質間脂質成分、セラミド MP、コレステロール、スクワランも配合してますので、保湿もきちんとできます。 인스타 라이브でも 話しましたとおりに 肌を きちんと保湿させるためには 脂肪酸, コレステロール, セラミード配合の 化粧品を塗らないといけないです。 この脳にアンプルには 脂肪酸, コレステロール, セラミードが 配合されてますので 保湿も きちんとできます。 このノニアンプルでの臨床試験では深い皮膚弾力改善効果は使用前よりプラス 2.58も改善されて皮膚表面保湿効果はプラス 39.39% 上がっています。ですので保湿はもちろんシワ弾力アップにも良いです。 それにアラントインも配合してますので、傷んだ肌を滑らかにしてくれます。とっても考えて作ったアンプルです。脳にエキスは先ほどちょだいました通りに、保湿、シワ改善にも良いですが、肌鎮静にも良いです。正確な鎮静効果、臨床試験では、使用直後、皮膚鎮静効果、マイナス 4.09%下がった結果もあって、4週間使用後はマイナス4.59%も減ってます。ノニはスーパーフードで、昔からなぜ最高の自然治療剤として使われてきたのかわかりますよね。セリマックスノニアンプルは、ノニエキス安全性テスト完了、シワ改善機能性認証、全成分 EWG グリーンドッキュ成分だけで作ってますので安心して、スキンケアができます。では使用感です。回すと液体が入って出てきます。乗せますと少しとろみのある液体が入ってぬると、しっとりしますが、ベタつき感はない、とっても使用感の良いアンプルです。香りは、ハフの香りがします。 次に紹介する商品は、脳に化粧水の方です。こちらもプンバキ愛用品で何度も紹介したことがあります。商品名は、セリマックス、チャーリアルノーニ、モイスチャー、バランシングトーナーです。精製水の代わりに、鎮静とシワ改善に良い脳にエキスが 80%、 肌の天然保湿因子成分、アミノ酸も17種配合されています。インナードライで肌が乾燥するという方にとっても良い化粧
粧水です。それに弱酸性化粧水ですので、健康な肌管理改善に良いです。PG13 プチレングリコールというさっぱり系の保湿剤を使用して、グリセリンは配合してないです。ですので、とってもさっぱりな感触で使用できます。インナードライにもよくグリセリンが配合されてないのでニキビ肌にも良い化粧水です。では使用感です。ジュルジュル流れるタイプの液体が入って垂らしますとひんやりと冷感を感じます。塗りますとしっとりするけれどベタつき感は一切ない、肌がしっとりするタイプの化粧水です。香りはローズマリーの香りがします。天然保湿因子成分17種類も配合されてますのでとっても良い化粧水となりますのでぜひ参考にしてください。次に紹介するのはセリマックスクレンジングオイルです。商品名はセリマックスダーマネイチャーフレッシュクレンジングオイルで、優しい乳化剤テトラオレイン酸ソルベース30でメイクを乳化させてメイク落としに良いオイルと保湿や肌のキメを滑らかにしてくれるオイルを8種使用してます。防剤としては保湿もできる 1,2-ヘクサンジオール エチレキシルグリセリンを利用してます。優しい成分でメイクもきちんと落とせる成分構成です。ふんばきおすすめで目変わりの時おすすめしたことあるクレンジングオイルです。では使用感です。ウォータープルーフのマスカラとアイライナーリップをつけてます。ではクレンジングオイルでどのぐらい落ちるか見せたいと思います。すべてきちんと落ちましたのでお湯で流してください。次に紹介するのは脂性肌ニキビ肌におすすめする商品でセリマックスドクダミバハ消しゴムピーリングパッドです。肌をこすることはおすすめしないですが、これでマスクパックのように使用すると名前の通りにピーリングができて古い角質が取れます。ニキビ肌も脂性肌も角質が溜まりやすいのでニキビもできやすいです。敏感肌にはおすすめしないですが、ニキビ肌、脂性肌はこのパッドでパックをするとニキビでの悩みことがかなり解決すると思います。ニキビ抑制作用とピーリングができるサリチル酸パー成分が 0.5% 配合されています。まだこのパッドはピーリングができるのでピーリングができる際少し刺激を受ける場合がありますが、その面もきちんと考えてドクダミエキス敏感になった肌を落ち着かせるシカの4つの成分マデカソシドアシアチコサイドマデカシン酸アシアチン酸もきちんと配合されてます。では使用感です。液体もこのぐらいきちんと入ってこすらなくても肌にのせとくだけで古い角質もピーリングもできてニキビ菌も抑制できるパッドです。脂性肌ニキビ肌さんは参考にしてください。次に紹介するのはかなりおすすめするジェル洗顔料です。セリマックスの新商品で商品名はデュアルバリアジェルクレンジャーです。メイクなどを落とすのは難しいですが、朝の洗顔化粧をしてない時はぜひおすすめする洗顔料となります。特に敏感肌敏感性乾燥肌にはとっても良いです。弱酸性洗顔料で低刺激テストも受けてます。優しい自然由来洗浄成分ココベタインココアンホジスサンニエネイココイルグリシン K が使用されてます。洗浄成分も優しい洗浄成分を使用してますが、それよりもっとすごいのはセラミドが全種類配合されてます。セラミド AS セラミド AP セラミド EOP セラミド
ミド MP、セラミド NS が合配合されているクレンジャーです。それに肌のセラミド構成に役立つフィットフィンゴシンまで配合してますので、これは本当に良いジェルクレンジャーです。敏感肌、敏感性乾燥肌、アトピー肌にぜひ使ってもらいたい洗顔料です。子供の洗顔料としても良いです。では、使用感です。洗顔料をレッドにつけて泡を立てますと、ふんわりの泡は立てますが、泡がたくさんできるわけではないです。洗い流しますと肌がしっとりします。次もセリマックスの新商品3つです。3つともテキスチャーが違うだけで成分内容はほぼ一緒です。本当にこの3つの中で1つはぜひ使ってもらいたいです。3つともセラミド化粧品となります。成分内容もいろいろ入れずに本当にセラミドで保湿がきちんとできるように構成されてます。先ほども伝えました通りに、セラミド EOP、セラミド NS、セラミド MP、セラミド AS、セラミド AP、セラミド全種類が全部配合されてます。それに肌のセラミド構成成分、フィットフィンゴシンまできちんと配合してますので、これは素晴らしいです。セリマックスが新商品で本当に良い商品を作ったと思っています。肌になくてはならない肌の脂質成分を塗るわけですから、これは肌障壁強化にとっても良いです。まだ皮膚膜強化と皮膚膜保湿に良いパンテノールも一緒に配合してます。このセラミド化粧品を使用した後のデータを見ますと、肌表面保湿、肌バリア改善効果は使用前より使用4週間後はプラス 16.92% 改善されて、水分バリア改善は使用前より使用4週間後はプラス 21.63% 改善されてます。美肌になる基本は1も保湿、2も保湿です。スキンケアには必ずセラミド合配後の化粧品を取り入れてもらいたいです。特にアトピー肌の方にはぜひおすすめします。先ほど伝えました通りに、3つともテキスチャーが違うだけで成分内容はほぼ一緒ですので、3つのテキスチャーを見せたいと思います。まずセリマックスデュアルバリアクリミトーナーからです。化粧水の方はとろみがあって流れが少しゆっくりですが、とろみがあるからベタつくかなと思うかもしれないですが、塗りますとベタつき感はなく本当に肌がしっとりします。少し感動するくらいです。次にセラムの使用感で、セラムの商品名はセリマックスデュアルバリアブスティングセラムです。のせますと粘度の高いセラムが入ってますが、ベタつくかなと思うかもしれないですが、塗ってはすっと吸収されてベタつき感一切なく、肌が本当にしっとりするセラムです。香りは3つともないです。次にクリームの使用感です。クリームの商品名はセリマックスデュアルバリアスキンウェアラブルークリームです。セラムより少し粘度が高いです。こちらも粘度が高いからベタつくかなと思うかもしれないですが、塗っては肌にスッと吸収されてベタつきはないけど、本当に3つとも肌がしっとりします。この3つは好きなテキスチャーで選ぶと良いです。ここまでがセリマックス特集です。セルマックスには見せました通りに良い商品がたくさんありますので、ぜひ参考にしてもらいたいです。ではこの動画が参考になった方、少しでも良いなと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。では次の動画で会いましょう。